じゃあ次、なぜの、担い手が、まあ、増えないのかって、まあ、なるんですけど、まあ、これもいろいろありますよね。担い手が増えないのか、まあ、一つは儲からないからなんです。で今、これもね、最近ちょっといろんなセミナー講演やってるんで、どこで何の話をしたかがだんだん分からなくなってきてるんですけども、要はですね、先ほど言った今、今不景気ですかって話なんですよね、まずね。で今実は不景気じゃないんです。知らないだけで、平成26年から平成29年の成長率っていうのはものすごかった。あの国内総生産のとか GDP とかの伸びはないですよ。だけども景気としての、伸びはあったんですよ実は。で皆さん方もここ5年ぐらい良かったはずなんです。この5年ぐらいで、この5年、いや最悪だったっていうのは結構大変ですよ。この2026年から平成2年までの間、まあもちろんコロナは別として、そこそこ良かったはずです。そこそこ僕はもうまるで、昭和60年から平成3年を見てるかのようでした、うん、そしてこれどうやってバブルが弾けるんだろうなと思ってたらコロナが来たんですよ。なるほど、こうやって景気にカンフル剤が入るんだなと。じゃあこれから景気悪くなるんですかって言ったら、それは断言できません。ただこの景気が維持するはずはない。何度も言いますよ、原理原則で上がったものは下がる、下がったものは上がる、右に触れたものは左に振る、左に触れたものは右に触れて、この原理原則は別に私が言うわけではなくて、景気が上がり続けたなんてありえない。いや私にはあんまり景気がいい実感がないんです、世の中の人は言ってます。でもバブルの頃もそう言ってました。実態がないんです。でバブル景気っていうのも弾けた後に、えこんなことになるなんてって世の中が騒ぎ始めて、ある経営ジャーナリストや経営アナリストの人たちが、あの頃の、なんか浮き足だった景気を泡のように消えたからバブルみたいだったねって言って、後付けでバブル景気って言ったわけです。で当然バブル景気に浮かれていた人たちは、自分たちがその景気の中の真っ只中にいるなんて思いもせずに、その後3年後5年後10年後えらい目にあったわけですよね。それと同じようなことが起こるかもしれない。まあ今回バブルまでは行ってませんので、そんな大きな変動はないんですけれども、とにかく今の状態がこのまま続くわけはないっていうふうなのが僕の、考え方なんです、うん、で例えば、今牛業界ってものすごくバブルだったんですよね。子牛の値段がだいたい60万ぐらいすればよかったのが80万、最高で120万ぐらいになった。だから牛農家、肥育繁殖農家のところは後継者がバカバカできたんです。後継者が、でもこれが良くないんですよね、今いいわけだから、今いいってことはもうあと悪くなるわけだから、だから何でも悪い時に始めていい波に乗らなきゃいけない。これが経営だし、これが経済ですよ。いい時に始めたら当然下がるしかないじゃん、なんとなくわかるでしょ。だから我々は経営者で従業員じゃないから、自分で判断決断実行ができるときに、今これがいいけんこれはやるぞって、絶対それアウトでしょ。わかりますよね。今例えばじゃあ株価2万5000円ですよ、今買うかって話よ。下がった時に株買わなきゃ下がった時に、上がった時買うのってそれちょっと経営感覚ないですよね、ビジネス感覚ないですよね。だからこのように経営者として考えるときには、経済っていうのがセットなんだ。で儲からないから、まあ後継者が出ない。じゃあ儲かったらの、あの儲かったら、後継者が来るんですがよ、もうなんか厳しい話ばっかりするようで申し訳ないけど、あえて問題提起をいっぱいさせていただこうと思ってます。なぜかと、みんながディスカッションしやすいように、うん、で要はですね、これすごく厳しいこと言いますよ。相場が高くて利益が出たのであるならば、それは実体のない利益ですよね。相場が高くて、で相場が高くて500万儲かって、まあまあ500万じゃレクサス買えないけど、まあ500万で車買ったとしましょうや。で全然買っていいんですよ。だけども来年もその500万がもらえる保証はありませんよね。でも売上を5000万にして、ちゃんとケース取引先を決めて、1ケース2000円のものを、20万ケース、200万、20万ケース出荷することによって売上が5000万っていう、そういう今の計算ちょっと適当ですけど、
ていうのを確実に決めて戦略的に売り上げを作って、そして、経費計算を電卓で弾いて2500万しか人件費は使わない、1000万しか資材費は使わない、そして、500万は内部留保で貯金する、そうすることによって、利益を1000万にするって計算をした上で1000万残したり500万残してたら来年もまたそれできますよね。いわゆる再現性があるってことです。だから再現性のある500万を出している経営が一番理想的なんですよ。たまたま今年、例えば輸入が来なくなったけん儲かったとか、関東が台風でやられたけん儲かったとか、北海道に、大雨が降ったけん儲かったとか、何かしら他者的な要因で儲かっただけは、いやそれはそれでありがたい話ですよ。ありがたい話だけど、それって不安じゃないですか。いくら500万儲かったって、その500万って来年もらえるかどうか分かんない、まあすごく厳しい言い方だったけど、棚ぼたの500万は儲かっても、だからそこで別にその500万を使うなとは言いませんけれども、もっと確実に今年100万儲かったな、利益が出たならちゃんと来年も100万出るような形を作る、そこがまた経営の最終ゴールになります。でこれよくですね、皆さん方がこれいろんなマスコミ政治経済いろんな話を聞いてるときに、持続継続っていう言葉最近聞かれるでしょ。持続継続、これはもう世界のキーワードです。なんか横文字4つで SDGs なんて聞かれたことあるでしょ。このいかに持続継続できるか、この持続継続させるために国は後継者を作ろうとしてるんですよね、とにかくちょっとまあ少し話ずれたんですけども、経営というのはとにかく持続継続をどうやってさせていくのか。だから今年得た利益がまた来年も同じようにできる。もっと言うと、息子さんが経営に参加してきたり、息子さんが、経営を、やり始めても、たまたま俺今年と去年は儲かったけん、お前は農業した方がいいぞって言って農業を後継がせたら大変な目に遭うでしょ。でその大変に目に遭った世代が私とか畑の会長なんだよ。で平成元年の時何も考えてなかったですよ、そんなことは。で親見てたら儲かってたから、おお親父が儲かってるけど俺も儲かるとばいいねと思うじゃないですか。いや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 、もうとんでもないですよ。そこから景気悪くなるんだから。でそこから景気悪くなって、はいあとはお前がしろって俺たち言われた世代よ、なんじゃそりゃと。でもそれがまた似たようなことがあるのよ。でも現に似たようなことがあってるんですよ。まあ皆さん方は30代、40代、20代の方もいらっしゃると思うんですけど、これから20年っていうのはとにかく、今まで上がってきたから上がり続けるかもしれないけど、僕は下がると思ってるんです。でもしですね、もしですよ、なあ山下嘘ばっかり言いやがって、上がり続けてるじゃんってなったら、さらに落下がすごくなるだけですよ。下がるのは結局下がるから、ありえないでしょ、上がり続けるなんて。じゃあ横ばいになったらいいねと思うけど、横ばいなんて基本的にはありません。横ばいは下がることと一緒ですから、横ばいは。とにかく今からの景気というのは、格差社会になってくるんで、ある一定のところはバブルが続くんですけども、ある一定のところがこう下がってくるという話になります。